うおー、かっけえ。めちゃくちゃかっけえ。はい、どうも、皆さん、こんにちは、のいちです。というわけで、本日はですね、皆様になんと嬉しいお知らせがありますよということで、発表させていただこうかなと思うんですけども、この度ですね、鬼滅の刃刀鍛冶の里編についてのね、まあ、今日動画なんですけども、なんとですね、2022年7月の17日にですね、なんと、私のチャンネルにて、アニメーションをアップロードさせていただこうかなと思っております。刀鍛冶の里編のですよ。はい、やばくないですか。まあでも公式ではないんですよファンメイドではあるんですが、はい、なんとですね、ちょっと今からね概要を説明していきますが、はい、有名なですね N アニメチャンネルさんと今回僕がねコラボさせていただくことが決定いたしました。でですね、7月の17日に私のチャンネル12時ですかね、まあ、昼の12時に刀鍛冶の里編の僕が編集したものをアップロードさせていただこうかなと思っております。いやー、これはですねなかなか嬉しいですね。はい、まあで、この方はね、どういったね、アニメーションをアップロードされているのかということで、まあちょっと、まあ一緒にね、見ていきたいなと思うんですけど、まあちょっと N アニメさん動画ちょっとお借りしますね。じゃあまあ無限城編のアニメーションちょっと見てみようか。刀鍛冶の里編はアップロードするから無限城編これ見ていこうかなと思うんですけど、いきますね。ドドン。すごいよね。すごいよね。ああ、いや、やっぱクオリティがね高いんですよこれ。一人で作られてますからね。一人でこのクオリティをねアップロードしてるんですよ。そのやっぱ公式のアニメーションに比べれば全然やっぱすごくないって言っちゃあれですけど、でも一人でこれ作ってるって考えるとめちゃくちゃすごくないですか。やばいよね。うん、すごいよね。クオリティが高くて、マジで、びっくりするんですけど。お、忍さん。無限城編も楽しみだね。うおー、かっけえ。めちゃくちゃかっけえ。おーい。え?ちょっとマジで?やばいね。クオリティやばいね。これ初めて見たんですけど、僕。無限城編は。おほほ!すげえ!クオリティ高っ!わお!やべえな、マジで。はは!いや、これマジで。でも楽しみだね、無限城編もね。やばっ!うわ、すげえ。ということでね、まあ、こんな感じの、まあ、アニメーション映像をですね、投稿されている方なんですけども、この度、これのね、刀鍛冶の里編のバージョンっていうのも、この方すでに上げられておりますね。チャンネルの方に上げられてるんですけど、それをですね、再度私が音声だったりとか、まあ、映像だったりとか、いろいろこう、組み合わせて、僕が編集していただいたものを、僕のチャンネルの方に、7月の17日にですね、アップロードさせていただこうかなと思ってるんですよ。いやー、ちょっとね、まあ、俺次第なんですけど、この映像自体は、もうクオリティは変わらないですから、そっから、やっぱ音声とか、なんかその、編集とかで、どういった風に、僕の技術が加えられていくのかっていうところでまあどう変わっていくのかっていうのは、まあじゃあその辺も見どころっちゃ見どころなんですけど、まあ別にそんなに格段にクオリティが上がるとは思いませんよ。僕そんなに編集技術高くないので。ただですね、まあ私のチャンネルの方でアップロードさせていただきますよということで、皆さん7月ね、まあやっぱり鬼滅ロスじゃないですか。なんでマジで楽しみにしといてください。うん。で、まあ7月ちょっといろいろとなんかこう協力じゃないですけど、まあ N アニメさんとちょっとなんかこう今後も協力して動画っていうのを作っていきたいと思いますし、7月もね、なんか公式からの動きもあったりすると思うんで、まあ、その動画はちょっと後日詳しくやりますけど、本当にね、盛り上げていきたいなと思ってます。夏休みなんでね。ということで、皆さんコラボね、決定いたしましたんで、7月の17日、楽しみにしといてください。これガチで。はい、ということで、皆さん高評価、チャンネル登録、そしてコメント、ぜひお願いします。Nアニメチャンネルさん、よろしくお願いします。ということで、まだ動画作ってないんですけど、これから作ります。
ということで、そんな嬉しいお知らせでした。バイバーイ。